こんにちは、アスカです。今回は8月1日発売の AT-AT とジャスティファイヤーのご紹介になります。まずはジャスティファイヤーから参ります。リーク通り、やっぱり2980円となってますね。パーツ数が1022ピース。ピース単価が高いかと思われがちなんですが、高さが12センチ、長さ38センチ、幅50センチとかなり大型です。数字だけ見てみると、ガンシップよりも体積ありそうな感じがありますね。ミニフィグの方がキャドウェイン、オメガ、フェネックシャンド、ハンターなんですが、新デザインに見えます。デザイン自体は似てるんですが、カラーリングがね、若干ちょっと違います。光の反射なのかなと思ってよく見てみたんですけど、新デザインに見えます。キャドウェインですね。足の方のプリントもありますし、ヘッドギアもこれ、なんか新しく見えます。そしてドロイド。完全新規造形っていうことなので、まあかなりいい感じかなと思います。オメガ、足が曲がらないっていうのはちょっと致命的というか、かなり残念な感じはしますし、まあ、ここまで身長低かったような感じはしませんが、腕にはプリントがあるんですよね。まあ、いいとこがあったり悪いとこがあったりっていう感じです。フェネック、光学セットっていうこともあって、しっかりマスクが付属します。離陸するときはこちらが上がって、着陸するときは下がってます。そしてパーツ数の割にはかなり体積があって大きいです。かっこよすぎます。ちょっといじったらアベンジャーズのサノスの船にもなりそうな感じですね。離着陸の時にこちらが動きます。そしてスタンドもあるようです。はい、後ろにもハッチがありますね。残念ながらこの後方の後ろの内部っていうのが公式写真では確認できないので、まあ、どうなってるのかがわかりません。コックピットの横の部分には、こういったギミックがあります。まあ、ここら辺にも遊び要素が詰まっているようですね。パーツ数と体積の割には、機体内部がかなり狭いような印象があります。上のハッチがパカって取れるタイプになっていて、まあ、ここオメガ確かにアニメでは牢屋に閉じ込められていましたよね。アニメの雰囲気や再現度に関しては、まあ、かなりいい感じじゃないのかなと思います。続いて AT-AT。リーク通り価格が19480円。パーツ数が1082ピース。ミニフィグのラインナップがかなりやばいことになってます。212突撃大隊のクローンが3体も付属して、コーディ、そしてガンナーに、はい、こちらちょっと名前忘れたんですけど、こちらのドロイドも付属します。というか、ガンシップのキャノンめちゃくちゃありますね。これはかなり嬉しいです。若干のデザインの違いはもちろんあるんでしょうが、根本的な形やデザインっていうのは大幅に変わった感じはしません。買い直すほどのものではないのかなっていう感じもあるんですが、こちらかなり昔に発売されたっていうことなので、まあ車と同じですよね。持ってる方でも劣化したり傷んだりしてると思うので、もう買い替えても全然 OK かなと思いますね。一つ前のモデルの AT-AT と比較しても、機体内部の広さっていうのは変わった感じはありませんが、まあ前回のモデルと比較すると、まあ椅子が置いてあったり、内装がおしゃれになったりして、非常に遊びやすくなったのかなっていう印象は受けます。そしてガンナーがいます。このガンナーの下の部屋なんですが、公式写真では確認ができませんが、まあおそらくちょっとしたスペースはあるので、まあカスタムしてもいいんじゃないのかなっていうふうに思います。ハンドルもしっかりございます。股関節についていた皿がなくなって、タイルに変わってますね。ここら辺に関しても、まあ前のモデルと、まあそこまで大きく変わった感じはありません。ちょっとデザインが変わったり使ってるパーツ組み方がちょっと変わっただけなのかなという感じですね。エピソード3、ウータパワーの雰囲気がしっかり出てますね。ミニフィグがかなりヤバめとなってます。コーディ、212突撃大隊のクローンが3体も付属して、おまけにガンナーも付属します。今回のクローンのマスクから、メットの横に穴があるんですよね。このように、まあ、バイザーをつけたりすることができます。コーディのバイザーもしっかりオレンジ色になってますね。デザインに関しても、まあ、かなり一新されてかっこよくなりましたよね。212突撃大隊、そしてこちらがガンナーになります。まあ、ガンナーもね、かなり変わったのかなという感じがします。8月1日発売。以上、今回はジャスティファイヤーと ATTE のご紹介でした。ご視聴いただきありがとうございます。